どうも PO25 です。というところでシャリマスの方やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。というところで今回は前回の続きというところで変なタイミングで飲んでしまったんですが本日は前回の続きというところでなんだっけ名前忘れちゃってなんだっけ運ぶ者たちですね。の続き見ていこうかなと思っております。どこ運ぶ者たちどこあったあった、これですね。で、まあ、前回の、お話の方が、最後は車輪の方でですね、日和さんの仕事なんだっけ傘の日和の VAR みたいな、お話がありまして、で、それやった後に、宅配、デリバリーが引かれました。多分、あれ、事故りましたね。で、終わったというところで、結構気になるところで終わったんですけれども、果たしてどうなったのかっていうところになっております。はい。まあ、カズの日和の VAR で思い出したんですが、皆さん、WBC 見ましたか非常に、まあ、中国戦ですね。なんて言うんでしょう。なんだなんか、登板、最初1イニング目の戸郷くん、やばくなかったですかもうストレートは伸びるわ、スライダーは切れるわで、やばかったよね。その次のイニングあたりちょっと打たれちゃったんだけど、でも3イニングしっかりとね、投げ抜いてくれまして、いや、まあ、頼りになるなと思いましたけど、あと伊藤博美さんとかもね、素晴らしかったですね。なんか、打線もね、ヌートバー、しっかりと活躍しましたし、大谷さんもヒット打ったし、ね。源田くんは、でも守備頑張ってたよね。ちょっと、バッティングはまあ、普通ぐらいで、それにちょっとミスしたりもあったけど、牽制ラウトになったりもしたけどね。まあ、最初ですからね。うん、穂高の出番来んのかなってちょっと心配ですけど、ね、じゃあ行きましょう。第4話3つの夜聞きます。あ、リーグ参入、サッカークラブ経営権取得。ああ、そうなんだ。すごいね。ちょっと暗いなと。サッカーのリーグに入るってことなんですね。あのリーグ制のさ、あの制度が未だよく分かってない。未だっていうか、まあ勉強しようと思ってないからさ、一生理解はできないんだろう。おーおーペンギンみたいな、だから。ね、一生理解はしないんでしょうけれども、ね、勝ち点とかめんどくさいですね。マノさんがあれなんだね、なんか、なんていうのなんていうなんかその、イメージキャラクターみたいな感じのことをやってるんですね。今更こんなこと言うのかって思うかもしれないけど、なんか、改めて、ね。食べる人にぬくもりを、作る人に翼を、届ける人に希望を。これ、前回の最後の方で言ってましたね。私たちが、フードデリバリーのカスタを、応援します。あの事故はどうなったんでしょうね。最後明らか事故ってる音しましたけど。配達員さん。ああ見つけたんですね。頑張ってください。日和ちゃんとめぐるちゃんも。めぐるさんが、なんだっけ、なんか服の、あれみたいなやつで。ひよりさんが、おーおひよりさんが、その、なんか仕事やるやらないみたいな感じで結局 VAR やったみたいな。空見てる人、はーい。何してんのめぐるさん。いいなぁ、なんか、めぐるさんの動画の視聴者って多分すごいノリいいよね。それどこなんだろう。みんな見てくれてるね、ありがとう。今来たよの人もありがとう。すごいね、なんかね。そういう感じの配信者なんだね、めぐるさんはね。配信テンションはね。うん、みんなご挨拶嬉しい。こんにちは、ライブ見てくれてありがとう。なんか初見の人にすごい
めちゃめちゃ挨拶してそう、毎回初見ですってコメントにすごい反応してそうな今日はね、じゃーん、お洋服を縫っているところを見学中です。これは何ですか、この媒体は初めて見ましたね、この SNS は。すっごく素敵なお洋服のお仕事をさせてもらってるの。そうですね、 YouTube っぽいですけどね、なんかツイスタではないと思いますね、これはね。うん。お、あ、VAR ですね。あ、はい、すみません。初めて見たな、このひろりさんの衣装な。これ一応その、ここの立ち絵はこの衣装ですけれども、一応ユニフォーム着てんだよね。うん、そう、細いな。細い気がする、ひよりさんなんか。この服着ると、特に。難しいね。別に日和さんサッカーが好きなわけでもないらしいので、なんか日和さん、そう、好きなわけではないらしいので、なんか好きじゃないことで笑顔になるのってのは難しいと思いますね。はい、日和さんはキリッとしててもいいんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとインタビューしてみます。そうなんだね。お仕事お疲れ様です。今塗ってるのってどんなお洋服なんですか？それでは解説をお伺いしましょう。今のシーンを振り返ってどのように思われますか？このスタッフさん、なんか、そうですね、採寸のスタッフさんとかすごくノリが良くて、めぐるさんとマッチしていたなという思い出がございます。ライン上げてるんで、裏を狙いたいところだったと思うんですけど、そうなんだね。わかんないよね。わかんないよな。わからんもんな。それって、いっぱい考えてるお洋服ってことですか？いいですね、大雑把。竹、すごいね。竹？同じ反応。へえ。竹っつって。鼻かみたいな、ちょ、ごめん。後半でも全く走力が、そうなんですね。ちょっと待ってくださいね。最近花粉という花粉がね。大変ですけれども。そうなんですよね。そうなんですか。言われてもわからんよね。そっか、できた時もお別れする時も環境のことを考えてくれてるお洋服なんだ。オーダーメイドなんだ。高いんだろうな。オーダーメイド？じゃあこのお仕事ってすごく大変じゃないですか？あー、すごいね。スタッフさんで、なんかその作ってる人のことから学ぶことですね。すごいな、めぐる。え、そう、エシカルです。なんかエシカルの意味は忘れちゃったけど。エシカルの意味は忘れちゃったけど。ありがとうございました。あの、開幕戦の中継、そうなんだ。
ああ、この人開幕してなかったの？今までじゃあ何のお話してたの今までの試合のお話は何だったの？オープン戦オープン戦ってあんのか？報告会ですかね。報告会でした。レグルの質問の仕方が良かったから答えてた方もコメントも楽しそうだった。うん、本当やった。日和も番組だったんだよね。え、ああ、うん、今日のは中継じゃないから少し落ち着いてやれるかなって思ってたんだけど。収録だったんですかね中継じゃない、中継じゃないとなると収録だよね多分ね。全然ダメで、いろいろカットになるかも。あ、そうなんだ。だからいろいろ買ってきたの。サッカーの本。マジですごい。すごいよなそれはめぐるの方。今日のライブ本当にすごいなって思った。サッカーの本ってどんな本なんですかね。なんか選手名鑑とかかな。ああやって相手からいろんな答えを引き出して、相手の言葉にもいろんな反応を返せて。私はあんな風にできないから。だからせめて知識だけでももう少しつけないと。そうだね。あ、ごめん。初めて見るのかな初めて見るぞこんなところこんな場所があったんですか。マノはレッスンどうだった？今日マノさんはレッスンだったんですね。あのね、加湿器が入ってたよ。おお。ひよりありがとう。ありがとうひよりちゃん。ひよりちゃんのおかげで乾燥しなかった。よかった。もう対応してくれたんだ。もうそんな大したことじゃないから、マノの話を聞きたい。他はどうだった？今日はレッスンだけで。行くときにピンクの帽子の配達員さんを見たの。お仕事のとこの人だ。うん、そうですね。イルミネ見るだけでも結構仕事ありますもんねその上さらにこの3人だけじゃないからね、あと22人いるからねすげえ。まあこの時期シーズがいるかどうかわかんないですけど、だとしてもシーズいなかったとしても20人でしょ。とんでもねえよ
しかもそれをプロデューサー一人で見てるからね。うん。もしかしてこの前のニーユーさんかなって思ったら楽しくなって、あ、マロさんも知ってんの飛ばしてないよこれ、大丈夫だよね。日和さんがなんかめちゃめちゃ好きなんですよこの人のことを前にみんなでフードデリバリーのことを調べたでしょ。そうなんだ。あの時に見つけたアカウントの人だよ。他のアカウントの人からニーヤンって呼ばれてた。ああ、なるほどね。あ、そっからヒョリさんも好きになったのかな、じゃあな。うん。ああ、すごく配達頑張ってるアカウントさんだね認識がアバウトそう、その人極論ですよね。すごく配達頑張ってる人はすごく頑張ってるの。ヒョリさんめちゃめちゃ好きでね、あの信者まがいなムーブをあの時すごく印象に残って、なんとなくその後も見続けちゃって。そうなんだ、今見てみる。あ、ん、あ、いや、あ、やっぱ何日か前から更新されなくなってて。事故ってんじゃん、やっぱり最後事故ったのニーヤンだったんだそうなんだね。そっか、うん、来た、距離長、全速力行ってくる。カラーですからね怖いよね。仕事が大変なのかも。うんうん、いっぱい注文もらいに行って走るんだもんね。うん、ピザとかお寿司とかハンバーガーとかポテトとかたくさん詰めた大きいカバンを背負って、一生懸命自転車を漕いで届けるの。あ、ハーフタイムショーってあれかな、え、なんかそれバスケじゃないよバスケはすごい、めちゃめちゃその試合中の演出やばいって聞きますよね。なんかすげえんだってねサッカーもあるんだ。へえ。まあメジャーリーグ今年からね、あのピッチクロック導入されましたので試合時間はねすごい短くなると思いますよ。やはりね、こう野球のね一番のこう問題点っていうのはね、試合が長いんですよね。昨日の WBC 見ても思ったけどさ、やっぱ試合長いよな7時から試合開始いったらもう良くないよあれで、終わったのが10時50分45分くらいだもんね。長いよ。だからピッチクロックもね、あれは間違っちゃないんだよ。うん、だってあれなんでしょ、あれ結局去年の平均より30分試合が短くなったんで、ピッチクロック導入したら。だからまあピッチクロックはね、こうすごいこう野球の時短に貢献できるんじゃないか。ただちょっとね、ルールとかが、厄介になりますし、駆け引きってところも出てくると思うんで、まあシャーザーからやってましたけれどもね。地味なクラブ。多分坂とかもたくさんあって、なかなか渡れない大きい道路で焦って。そういう告知をね、先にイルミネがそういうところ出ますよって言っとけば、それのファンがね、イルミネのファンがサッカー見に来ますからね
それで、サッカーファンは怒ると。アイドルファンがサッカー来てんじゃねえよってなる。そう。風もすごく強くて、どんなに大変でも1回300円くらいの報酬だったりして、これ別にそのサッカーファンがあれとかじゃないですよ、あの多分全共通です。全共通よ、これは関してはそう、他の場所から他の界隈からそれだけを目的に来ると、やっぱどうしてもその毎回やっぱ応援してるから嫌になるっていうのは、まあ、正直ありました。何回かあります。それに対してやっぱりこうなんていうの、なんかマウントを取りに行くじゃないけど、やっぱなんでしょう、なんて言うんだろうね、こうやっぱ流れを分かっているからこそこうスムーズに動く、その本来の界隈たちっていう、界隈って言い方も好きじゃないけど、本来のねファンの人たちっていうのはやっぱりこういいなと思う。すっげえわけわかんないこと言ってるけど、もうこれ言っちゃうね。私、バンドリコラボもラブライブのコラボもね、言ってるんですよ、パリーグ。西武のやつね。だから、その時正直あんま好きじゃなかったですよ。あんまり好みじゃなかったから。そうね。嫌だなとちょっと思ってたから、そういうところでこう、ここは俺らのホームグラウンドだぜって。そうね。特にラブライブなんて嫌でしたね。ラブライブはだって本来、ベルーナドーム毎回なんやこのドームとか言ってるんですよ。ライブでめっちゃ使ってるくせに。んだよこのドームとか言ってるんで。嫌だったなと思いましたね。まだね、ベルーナドームをなんていうの、完全にこう好きになってないっていうのがめちゃめちゃ嫌いで。だからセカンドホームとか言ってるくせに、まだその文句言ってんだっていう。お前らもう、あそこのドームに関しては慣れたら大好きになるから、マジで。あれが味でしかないから、もはや。ニーヤンさんのこと、応援してるんだね。うん。なんとなく、なんだけど。リーグそろそろ開幕するんですね。あの報酬カードってサッカーのスタジアムだったんですか？陸上競技場かと思ってた。イルミネみたいなクラスがあって、イルミネ相当人気なんだね。すごいね。今気づいた。これ、ドントストップミーだって。やばいね。めぐるさんの部屋にドントストップミーはすごいな。大変だな、プロデューサーもな。ひよりちゃん、元気ない。おお。あ、おごられたんですね。やらなきゃじゃん。ひよりさんも VAR やってますしね。で、マノさんがフードデリバリーのやってるわけでしょ。応援するどころじゃない。
配されてる。ちょっとなんかイルミネらしからぬ重さというかね、今までのイルミネのイベントコミュってなんだこんなに重い雰囲気になることあんまなかったんで、なんかやっぱ後半になってくるとみんな考えることが増えてくるんですね。私がなんか何も考えてない能天気なやつかと思われちゃうような発言してて。じゃあ5話いきますか、みんなが。サッカーの話ですかね、ハーフタイムショーの。な、何してんのめぐりさん。めぐりさんじゃない、ひよりさん。バスケしてる。リフティングって難しいの。え、別に知識つければいいんじゃないですか。え、技術必要ですね。そっか。私も嬉しいです。マノとめぐるがよかったら。それでもパフォーマンスでリフティングしなきゃダメってこと。それ厳しくねえか。ひよりー。あ、こっち。ねえねえ、見て見てこれ。ああ、ゲーフラ？ゲーフラってなんだっけ？やっぱり知ってるんだね。ゲーフラってなんだっけ？やーべ、近くにスマートフォン持ってくるの忘れた。うん、応援席でみんなが持ってるやつでしょ。あ、そうなんですか。あー、なんか、うん、想像はできます。なんか言葉にできないな。なんかまあ持ってるやつだと思えばいいわけ、わけです、ね、そうそう、これね、私たちも作ってこうって。横断幕的なやつかな。俺たちがついていると。俺たちがついてるだっけ、なんかロッテ俺たちがついてるぞみたいなやつ。黒木投げた、打ったフリアム同点ツーラン。あれ逆転だっけ、同点だっけ、どっちだっけ。すごい、二人とも忙しいのに。スリーランだったかもしれない、忘れちゃって。だってお仕事だもんね。あれ、あのあと小宮山さんにね、あそこでひあのうずくまっちゃダメだと言われたらしいですね。小宮山さんもすごいですね。シェイク小宮山ね、お仕事だもん、精密機械。お、マジで。ひよりさん不在。どんくらい地味なんだか分かんないんだよな。新入球、新参、新、あれ、新、新規参入ね、球団はね、あ、ごめんなさい。完璧めぐるさんとかぶったね。それとね、こっちは、新規参入球団っていうやっぱりこう1年目厳しいですからね。お仕事に持ってけないやつ。持ってけないやつ。え？翼、傘の。何？ユニフォーム？私のゲーフラ。ゲーフラってなんだっけ、なんか全然イメージつかない。全然イメージが。あの、ちょっと、持てないな。ユニフォームじゃないのかな？ちょっとスマホ取ってくるね。わかりました、わかりました。あの、なんか、あれですね。あの、なんか、両端でこう、あの、棒みたいなの持つやつですね。あれか、ゲーフラって。そうか、あれか。なるほど、了解、了解。中継、頑張ってね。ひよりちゃん、応援してるよ。
がとう。私も応援してる。いやー、やっぱジョニーはかっこいいね。今ジョニー全く顔変わんないね。すごいね。いや、これ明らか陸上競技場だよね。サッカースタジアムじゃないよね。あ、新規参入じゃなくて経営体制が変わっただけなんですか。経営体制が変わるってこと、なんかチーム名変わるってこと、 DNA 的な。うん、いつもと少し違うね。そうですね。うん、すっごくドキドキしてきた。これ見たことあんな。これあれじゃないか、チエルアルコがトロイメラインの特訓ゴール、フェス衣装ですよね。こんなに二人の衣装の系統違うんだね。なんか日和ってあの辺の部屋かな。ほら上の方の。放送用のお部屋。はい。いつもはスタジオからですけど。あったかそう。すっげえあったかそう。なんか日和さんの頭の先端隠れてるって俺面白いな。ね、こうやってスタジアムに来させていただくと本当に空気が違っていて圧倒されています。なかなかそのスタジアムの、スタジアム現地に足運んでる応援応援に対してその運営も頑張っているんですからねってコメントしないだろ。なんかその場独特の空気とかありますからねって言うだろ。なんだ運営頑張ってますからねって。おかしいだろそれ。はい、本当に選手のこと知らないとダメなやつじゃん。これイルミネファンとサッカーファンは、イルミネファンでありサッカーファンである人はすごくこう盛り上がるでしょうね。特に日和さん推し。うん、マルさん迷った。めぐるさんは、今日は今日しかないぞ。いい言葉言うな監督。お、あれ開幕だからこんなもんだとかそういうの一切ない。いいこと言うな、いいこと言うな。間違えてきちゃいました。
ご覧いただいてますでしょうか。ミーティングが終わり、いよいよ入場を待つ形となります。あれですよね、なんか相手チームと自チーム、自チームって言うんですけど、両チームこのなんか通路通りますよね、一本のね。あの一回あのあれやったことあるんでわかります。あのなんだっけ、あそれはわかるか、あのなんかたまに見るじゃないですか、その同じ通路を相手チームと一緒に歩くやつ、あれ革新的だよね。なんかそうですね、選手監督の皆さんのものすごい気迫に言葉を忘れそうになってしまいます。ひよりさんうまいじゃない。あ早いな、インタビューしなくなる。あれロッカールームに潜入するだけ、インタビューとかじゃなくて。やはり迷っちゃったんですね。こういう場の迷いって結局将来に関わりますからね。小山さんも過去に西武ドームで迷子になったから西武に FA で来てくれなかったっていう噂もありますからね。なんか小山さんすっげえ西武にするみたいなさ話ずっとあったじゃん。なんか一時期すっごい出てさ、おおっと思ったんだけど結局来なかったもんな、オリックスってもんな。オリックスでも小山さんそれなりに渋い活躍してたもんね。はい、ありがとうございます。昨日山村くんがですね3本の長打を打ちました。1本ホームランです。さあ星入れるね。しかもマナヤも3安打で3安打だっけ、4の3で入れ、確かね、4の3、1通り星入れるわ。もうやってるよ。うん、遠くの人たちに届けなきゃいけないんだもんね。なるほど。はい、というところで、まあまあつまりは切れたというところですね。余談が多すぎましたね今日ね、というところで続きやっていきますか。ちょっと長く話しすぎたね。鼻かみに行ったりスマホ取りに行ったり、黒木さんの道具確認したりね、ちょっと良くないことをしてしまいました。ちょっと今音鳴るかもしれません。まあ、転換の時もそうだけどさ、その相手方の社長さんとかってすごくいい人なんだよね。転換の時もあのワイン作る人、作ったワインナギーだっけ、なんかそんなような人を、もう最初なんか結構怪しかったんだけど、朝倉と話してたらすげえいい人だったっていうね。だからワイナギーの人もそうなんだけど、すごいいい人なんだよね、シャニマスの世界線って。
大変だね、ひよりさんね。あ、はい。あ、一応出るんだ、ひよりさんも。じゃあハーフタイムショーには。いえ、ありがとうございます。ここにいようと思います。台本を読むだけですけど、でも全部のシーンを自分でも見ておきたいので。そうだね、なかなかちょっと今回のコミはね、プロデューサーの登場っていうのがあまり回数多くなくて、他に比べると、まだちょっとプロデューサーのかっこいいところっていうのをね、そんなに今回はいつも以上に見れてはない、いつもよりも見れてないかなっていう気はしてます。もっとプロデューサーのかっこいいところ見たいよ、うん、友達としてね。お、0-0 ですか。スコアレスドローって0-0ですか。ああ、そうですか。多分これ勝つのはあっちでしょ。多分その今ホームの方でしょ。結構すぐミーティング行くもんなんですね。なんか不思議だな。緊張が映っちゃってるみたいな感じ。ああ、私たちのステージだけど、私たちのステージっていうのじゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。風の日和の VAR 始まりました。始まりましたね。お、ファンがいるんですね。これでもイルミネのファンだろ。サッカー別にそんな好きじゃないだろ。多分だけどね。めぐるさん、めぐるさん、ひよりさん出ないんすか。あれ、なんかさっきの会話なんだろうな。あれあれ、不思議っすよね。なんか同じスタジアムにいながら別っていうのが不思議っすよね。今までイルミネでそんなことなかったじゃないですか。これだよ。それそれ、これだ。ストレートすぎた。これだよ。そ、これ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 、この気持ちなんだよ結局。面白すぎるな。シャリマス分かってんな。それだよー。そうなんだよ。わか、シャリマスってすげえよな、相変わらずな。いや、これなんだよ。いや、本当に、私の前半、まあ、これあの、取り直しのその、あれなんで、あの、取り直す前の最後の方にね、言ったことですよ。そう、結局、スポーツファンは、ここに、その、スポーツファン以外が来るのを、良くないと思ってるから。これなんだよ。そう、シャリマスはそういうところついてくる。分かってるわー。現実主義だよね。フロント何やってんの。なんか、これちょっと違ないか。そのチームの文化のことは知らんけれども、補強もお金で強引に、補強もお金で強引に、そりゃそうだろ。
そりゃそうだろ。補強はお金だけできねえじゃん。何言ってんのこいつは。補強はお金でやるもんだろ。お金だけ補強なんかできないんだよ。どういうことなんだこれは。全部トレードだと思ってんのこいつは。違うよお前それは。ちゃんとした手順で入ったライブで。あーわかる。すげえ。すげえ。すげえよ。やべえよ。バカテンション上がってるよ今。現実か？ここは現実の世界か？やーばすぎ。サッカーの人ってこんな声。面白すぎね。やべえ。シャディマスすげえな、相変わらず。これだよな。ほら、こうなる。うわ、すげえ。ツイッターじゃん。やべえな。まずいっすね。こうなることも何となく見越さないと、プロデューサー。そうなるって、正直。どうなんだろうな、実際な。なんか、私は、野球初めて行った観戦が、西武ドームだったんですね、当時ね。だから、それでファンになりましたね。今でも忘れません。2012年5月の25日です。交流戦。ヤクルト戦でしたね。カズさん。今、楽天のね、監督やってる。こんなに天敵になるとは思わなかったら、おなじみの、石井和久投手と、石川さんの投げ合いでした、確か。うん。てっちゃんの子も出てたんだよね、当時。まだ若かりし頃の。うん。試合忘れませんね。片岡さんとかまだいたもんね。なんか片岡さんってその年すっげえ怪我してて、ほぼ出てないんですけど、なんか、見に行った時まだ出てました。多分それが、現地って唯一の片栗なかなかだったんじゃないかな。うん。そうね。でも、この意見も正直忘れちゃいけないのは、イルミネ側は、スタジオ借りてる側だってことは忘れちゃダメだよ。そう。そこで、イルミネのみのファンが大きい、なんていうの、なんかなんていうんだろうね、こう、なんかちょっと、なんか一丁前に批判とかするのは違う。やっぱ、借りてる側としては、やっぱり、なんていうの、やっぱ普段からこの場に来てる人間としては、嬉しくないわけ。自分の好きなものを批判されてる。だから、イルミネがどうたらこうたら言われてるのと同じなんだよ。サッカーファンにとってはね。多分、この世界線だよ。だから、そこは、やっぱりこう、お互いが譲り合わなきゃというか、ね。そういうところはちょっと、考えなきゃいけないのは、あれですよ。うん。3人の子でサッカー興味さ。まあ、毎回でも思うのが、結局、こういう人たちは持続性があるのかないのかっていうのはちょっと考えちゃいますよね。なんか、じゃあここでサッカー興味持ったから、じゃあ次も行こうってなるのかって言ったら、ちょっと難しいと思うんですよ。やっぱり。そんなにやばかったんですか？そんななんか、みんな議論するくらい大変だったの？フーデルシオン様が元気すぎて全然うまくいってないな。まあ最初はそんなもんだよ。ライブドアだってあれだろ。ライブドアだってさ、結局球団取れなかったわけだから、関係ないこと言ってもらったもん。部外者が入っちゃいかんだろってね。あれどうだったんだろうな、結局な。君の座らないたくさんの席、初めてですね、こう、イルミネがなんかこう、ちょっとこういう感じになってるのは。ノクチルはよく見慣れてましたけれども。ね。なんか、やっぱイルミネとなると、ちょっと、いい子たちというかね、やっぱりこう、純粋な子というか、なんかこういうのに耐性ないような、3人なので、ちょっと心配ですけどね。
今多分ちょっと声が遠いかもしれないごめん、遠くなりすぎた。じゃあ実際さ、これ日和さんのさ、その数の日和の VAR の評判はどうなんだっていう話ですよね。なんかそのサッカーにアイドルが関わってるのが気に食わないのか、その場でライブしたのが気に食わないのかっていう問題が多分その VAR のその評判のあれだと思うんですよ。多分そのなんかね、そうだと思うから、ちょっとそれ知りたいな。うん、大変だったな。まあそれぞれの意見だからね。どっちも悪くないのは確かですよ。すごい、なんかこの衣装すごい既視感あるというか、なんかこのめぐるさんめっちゃ既視感あるな。なんだろう。なんだ。なんだ。何からすごい既視感あるの。わかんないの。なんかゆり漫画の何かで見た気がする。こんな感じのやつ。結局ファンの人っていうのは自分の好きなもの譲らないから、うん、そこはもう分かり合おうとしてるの話、あのね、分かり合おうとしてるのが間違いだよ、うん、やっぱ分からんもん分からんから、うん、まあ一部のファンの方たちの話でしょって話ですけど、まあそのなんかどうでしょうね、その一部が結局表に出て、それがそのそこのイメージになるっていうのは、正直その一部だからっていうことはあんま好きじゃなくて、なんか結局それが表に出てる以上はそこがその評判になるわけですから、やっぱ日の当たらないところを興味ない人たちに見ろって言われてもね、見ろって言ってもね、やっぱ見ないわけですよ。それめんどくさいわけじゃないですか。だって自分の好きじゃないものをわざわざ深くまで見る必要はないから。だからそういうところでやっぱりこう一その表面上に出てくるそういうその質っていうのはやっぱりこうちょっと気をつけた方がいいのかなっていう気がしますけどね。うん、だからそれぞれの球団のファンだってそうですよ。その多分大して変わらないと思いますよ、どの球団も。多分そのやべえやつもいるし、逆にやばくねえやつもいるんだけども、結局そのイメージがあるじゃないですか。例えば阪神ファンはめちゃめちゃ熱狂的でみたいなね。で逆にこれ別にその阪神ファンがどうとか言いたいわけじゃないんだけど、阪神ファンめちゃめちゃ熱狂的でちょっと怖いみたいなイメージあったりして、逆にヤクルトってそのなんかそうでもないよねみたいな感じあるじゃないですか。結局でもそれだってさ、最初その道頓堀に飛び込む巨人、あ、阪神ファンとかいるわけだから、そのそうなってるだけで、多分内部的にはそんな変わんないっす。そうっす。多分変わんないっす。多分オリックスファンとかも優しいイメージはあるけど、多分内部的には変わんないっす。はい。どのくらい引きずってるんですかね、この3人はね。ニーヤンはどうしたの？プロデューサー
プロデューサーその日和さんに対して「おう」って相方死に行くタイプだったっけ。お疲れ様です。あのちょっとテンポ上げますね。ごめんなさい。すごいずっと話しちゃったから、あそこのシーンでテンション上がっちゃって。あ、すみません。もうこんな時間。なんというか。何かあっても世の中は普通に動いてるんだなというか、まあそうですね、興味ない人から言ったら本当にただのちょっとしたもん、なんかあったんだなぐらいにしか思わないですからね。ちょっと聞いてみたいのが、やっぱりこう2つ好きな人ですよね。そのイルミネも好きでサッカーファンの人はどう思ってるのかなっていう。落ち着いていて私を気遣ってくれてこうなったのに。日和は自分がって思ってるかもしれない。マノもそんなに問題のあるあれだったんですかね。なんか大して別になんかそんな問題視すること。うん、だってハーフタイムショーだけでしょ。なんか冷静に考えたらハーフタイムショーだけでしょ。そんなになんか大変なこと。でも面白いよな、こういういざこざ好きよ。現実ぶち当たるもんね。私もそう。試合に出ようっていうのは心のどこかで日和ちゃんを応援するためって、そんな風に思っていたかもしれません。スタジアムに立つまであそこが捨てる場所なんだってちゃんと分かっていなくて、ありのままでいいんだって思ってたの自分のこと。私たちのことすっごく好きでいてくれてる人たちがいて、いつもそういうステージに立たせてもらえてるでしょ。そうですね、そうだよね。なんか自分たちが好きな人しかいないことところ、もしくはそれと関連した人たちが好きな人しかいないところに立ってたかもしれないですね。全く別世界だもんね。この前はもっともっとたくさんの人がいたの、あそこに。サポーターさんとかチームの人たちとかデリバリーさんとかサッカー番組さんもいて、ありのままじゃわからないことばっかりだね。分かってたのにな。とっても応援してるつもりだったのに、喜びに来てもらう場所だったのに。
まあどうでしょうね、この結局知識がないと薄く感じちゃうっていうところもあるんですよね、多分ね。その単純にその頑張ってください応援してますみたいなだけだと、やっぱああいう場ってその基本の多分その知識の敷居が高いんですよ、やっぱり現地って。そう、それか本当にそのスポーツを好き、そのスポーツを好き、そのスポーツを好きって気持ちか、その知識っていうと、どっちかの敷居が多分高いので、そう、どっちかが一定のものを満たしてないと薄く感じちゃうんだよ多分ね。だからね、唐突、やっぱイルミネがそれまでその素振りを見せてこなかったっていう、ところがやっぱちょっとあるのかもしれないですね。その今までイルミネって多分何もサッカーに関わってこなかったと思うんだよ。そう、あの多分誰かがサッカー好きだって言ったこともほぼないし、で風の日和の VAR だって最近始まったわけでしょ。だからあのそんなにその多分まだ有名じゃないし、でもちろんその3人がそのサッカーがどうとかっていう話もしたことない、サッカーのその好きなアイドルみたいな感じで多分やったこともないと思うから、そういうところだよね結局ね。そのそこがそのサッカーファン、つまりスポーツファンがその受け入れるかどうかって、でもそのラインだと思うんですよ。我々だとしても、例えば、まあ、野球が好きな、何でしょう、声優とかだったらさ、やっぱその、マレイタソーとかだったらさ、その、あの人は信用が持てると。ね。それなりに野球は好きだから分かってるってなるじゃん。ね。だから、あれだけどさ、やっぱそこのちょっとその、なんか、準備というか、なんかその、なんて言うんだろう、適してなかったというか、何なんだろうね、なんか難しいけどね。イメージというかね、そういうところがちょっと難しかったですね。そんなに守らなかったの？相当暴動？そんなにまだ悪かったの？そのあまりにもまだ悪いんだったら多少の日はあるよ。ああ、そうなんで、一応それで大丈夫だったんですね。ああ。わかってんな。シャリバスの、なんかそのシナリオ書いてる人の中に誰かいますか？これ経験した人。もしかして。いるでしょ？絶対いるでしょ？いなきゃこの気持ちわからんもん。面白いよね。なんかこうまた、ね、プロデューサーが言ってたの、ノクチルとは違う現実の見せ方を見せられてる。ここまでがすごいトントン拍子の理想みたいな感じだったイルミネにとって、すごいこう現実をね別方向で見せられてる感じしますね。だからシンデレラストーリーな、ノクチルはその成り上がりが難しいっていう現実的なところを見せられて、イルミネは逆にこうシンデレラストーリーで言ったけど、どっかで壁にぶち当たって、その壁っていうのがすごい現実的っていうところがあって、なんか壁が分厚いよね。そうノクチル一枚一枚がそんなに分厚くはないけど多いみたいな意味だったのに対して、イルミネはその今までの分が蓄積して分厚い壁が来てる感じするね。自分が悪いって思って、そこで全部終わらせたらダメだっ
って。私も同じこと聞いたよ。報告会をするんだったらそれを考えてからだよって。走ったりプロデューサーそういうことも言うんですね。でもどんな風に言っても原因が変わるわけじゃないと思う。私が二人みたいにならなきゃって焦って二人を心配させて。これ日和さんが悪いんですか？日和さん全然悪くないと思うんですけど。そこから始まったことだから。ああ、もともとのってこと？それは違うよ、日和。ふう、違ってないよ。難しいラインですね。違ってたら、だって、なんで、なんでこんなに。私があの仕事を無理にやってなかったら、あの日二人があそこで歌うこともなかったし。歌ったんですか？歌ったんだ。いや結構、ああなるほど。あ、でもハーフタイムショーってそういうもんなんだろうかな。ちょっとどんなもんやるのかな、ハーフタイムショーって。ちょっと知識がないのにああだこうだ言うのは良くないんであれなんですけど。まあ、15分間の間にってことですよね。今ハーフタイムショーって調べたら15分で出てきたんで、ああなるほどね、 JO1 とかがやってるんだ。これでこれサッカーか、 JO1 がやったのって。サッカーかこれ。ああでも J リーグ開幕い、はあ、ああなるほどね。あ、でもライブにしたいと思ってますって書いてあるんで、やっぱ歌うは歌うんだね。そっか。心配させて、応援してもらって、なのに二人に、たくさんの人の気持ちを、あんな風に。どうなんですかね。わかんないよ、これに関しては。もう それを未来にしていかないと。まあそうですね、もう消せないから糧にするしかないと思うんですよね。私ね、日和とマノがいいなら出るって言ったんだ。でもそれだと日和とマノのせいみたいになっちゃうよね。私もね、日和ちゃんとめぐるちゃんがいいならって言ったの。ごめんね、マノ、そういうつもりじゃなくて。ううん、私もそういうつもりじゃなくて。イルミネのステッカーじゃないこれ。いやー、こういうとこ貼ってあるんだ。出たいって。どうして言わなかったんだろうって。自分の気持ち言ってなかったってことですよね、多分。うん、めちゃめちゃ長いねこの話ね。どうしてめぐるちゃんより先に言わなかったんだろうって。二人のせいにすることになるかもしれないって。どうして。やっぱイルミネって良くも悪くも2人優先というか、その自分より他の2人優先度が高すぎるからこうなっちゃったんでしょうね。
ある意味自分を大切にしてないというか、俺が俺ががないのかな。何かを誰かに届けるのってとっても大変なことなんだね。改めてね、そうここまでね、すごいいい感じで来てたからね。そうだね。ショーに出て歌ったら応援になるんだって、だからすごくいいことをするんだって思ったんだ。でもいいことって思ったより複雑みたい。イルミネ、多分自分たちが思ったよりもこうまだ能力がなかったというかね、多分そうですね、の歌うことをいいことだと思ってる人たちしか相手にしたことがなかったからこそのこの事件ですからね。いいことの認識が違ったんだろうね。だからね私もこの仕事やりたいって言えばよかった。マノにもメグルにも関係なく。これめっちゃ長いね。今70分でしょ。で多分もういエンディングあるんですよ。これ多分30分なんで200分。マジでそんなことないかいや分かんない、言われてる。スタジアムのボランティア、いやーどうなんだろう、良いのかな。お洋服の仕事あるでしょ、みんなのこと考えるお洋服。なんかスタジアムのボランティアこの前ライブしてる時にね、コメントで欺瞞って言われたんだ。漢字が読めなかったんだけど、調べたら嘘とかごまかしって意味だったの。ありましたね私も読めなかったのに流しましたけども、それでいろいろ検索してみたら、ああいうお洋服もいいことばっかりじゃないんだって。でももしそうならみんなのことは考えなくていい、みんなのことを考えるお洋服はいらないってことになっちゃうのかな。走っているときは風の音とかペダルの音とか、自分の息とかが聞こえるのかな。多分誰かに何かを届けるために。
ちょっと黙ってたら意味ないね。ごめんね。なんか特に言うこともなくて、なんか黙ってたら単純に込み流してるってこと変わんねえな。あ、24、24どうした？何だった？どうしたんだよ24。何があったんだよ。絶対事故ってたろ24。はい、というところでございました。どうやらこれからスタジアムのボランティアに行くらしいとね。正直どうかと思います。なんか一石を投じたいというか、なんかいやー批判があったからボランティア行くかっていうのは正直ちょっとあるかな。なんでしょうね。なんかアイドルやっていくならそういうのもその受け流す、要はスルースキルっていうのもあった方がいいのかなっていうか、なんかその別にこれからイルミネの活動ってサッカー界隈に嫌われたとて問題になるわけじゃないじゃないですか。で、今回の問題って絶対サッカー界隈以外は別に何とも思わないわけで、なんかそう考えるとその逆にそのなんかボランティア行っちゃったらそれはそれでこのややこしくなるんじゃないかなとは思ってます。うん、あんまりボランティアっていう選択が良くないと思うんだよね、正直。そして良くないと思うな。なんかあんまりいいものではないよね。なんか自分たちもじゃあその立場でだよ、彼にそのいやベルナドームにさ、そのそういうことがありました、でその次にそのボランティアに来ますって言われたらさ、あ、こういう人たちやっぱ偉いなって思うかって言われたら多分思わない。強い言葉で言っちゃえば偽善じゃんって思っちゃうから、ちょっとわかんないですけど、ラストに行く前にちょっと一旦切ります。長野ちってちょっと一旦切ります。カット。はい、というところで転換以来のコミュ動画4本分けがあるかもしれません。めちゃめちゃ長いです。ラストエンディングいきますか。運ぶもの、運ぶ人いきましょうか。いや、どうなるんでしょうかね。もう気になって気になって。ちょ、また音鳴ります。すいません。毎回抜くのもすね。金もらいまーす。よいしょ。あ、やってるんですね、ボランティア一応ね。うん。これ、ボラ、こっちも回収しちゃいますね。会場のボランティアですか、これは。これ、サッカー、あのサッカーの？ゴミの回収終わり。ありがとう、めぐる。スタジアム一周分。すごいね。もう終わっちゃったんだ。足早いねって言われちゃった。こっち手伝うよ。ちょっと休んでからでいいよ。ロッカールームの掃除も終わったから。なるほど。あとは観客席の整備かな。これはあれか、観客が入る前にやってるのか。あ、じゃあ大丈夫だと思います。私これもその切る前の話だからもう一回話すけど、まあ、一応ね話すけど、あのボランティア反対派だったんですよ、それまで。そのイルミネが結局その、それあったから、ボランティアやりますみたいな話があったから、それ反対派だったんだけど、観客入る前ね、それだったらいいと思います。うん、やっぱりこう、目の前でやるってすごいこう、押し付けがましい感じするから、それはいいですね。少し休む？ちょっとこう、気づかれないようにっていうところがね、あるのはいいかなと思います。これはいいプロデューサー、いい判断ですね。人の前じゃないと。見せつけられる頑張りと見えないところでの頑張りって、見えないところでの頑張りの方が聞こえはいいですからね。聞こえいいっていうか普通に印象はいいからね。うん、で、あとでその言われるぐらいがちょうどいいと思います。でも今回の事件でそもそもイルミネが悪いわけじゃないからね。そうなんだよな。で、イルミネが何かしでかしたとかいうわけじゃないしさ、その、ファンがとかって話でしょ。誰もいないね。だから、うん、イルミネがやるべきなのかって言ったらちょっとわかんないよね。
ても静か。そうすると根本的な解決になってないのかもしかして。その結局ファンの印象がって話だから、そうだよな、なんか違うんかな。まであんなに人がいたのにね。あ、終わってから。あ、なるほど、うん、あ、試合後、あ、そうか、まあそうだ、ゴミのそうか試合後かゴミの回収ならそうか、そうだよな。折りたたみ傘、忘れ物みたい。そっか。これなんだ、この事務長もかっこいいのか。後で届けよう。名前か何か書いてない？これ事務長はこれ誰のこと言ってんだろう。元気だろ、うちの若いのはチームのことが好きで好きでね。小さいクラブだったからうちは愛情があんなになっちまって許して。これ誰のこと言ってんの？ファンのこと言ってんのかな。すげえいい事務長です。そしたらね、うちの若いのって事務長言ってるで。自分チームのファンのことでしょ。それだったらやばいけどね。ねえ、愛情があんなになっちまってってすげえかっこいいマシだよね。ちょっと待って。誰も敵作らない言い方だもんね、愛情があんなになっちまってって。雨降ってくるのかな。そんな風には見えないけど。絶対何が何でも濡れたくないって思ったのかも。でも本当にさっきも言ったけどさ、ホームチームの人だね、この座席だと。さっきも言ったけど、この問題ってイルミネがどうとかって問題じゃないもんね。なんかそう考えると釈然としないのかな。なんかすっきりしないよね。なんかイルミネがどうとかって問題じゃないもんね。いやー、うん、この前も来てくれてたかな。うん、どんな人なんだろうね。その人が取りに来て、ニーヤンじゃない。違うなぁ、多分に。その人が取りに来て、イルミでこんなことしてたよってツイートしてみたいな話になるのかな。いや、でもそんな安直なハッピーエンドにしないと思ったよな。この席の人も隣の席の人も、シャリマスはそんな安直なことしないと思ってるから。その隣の席の人もみんな誰かを応援しに来た人。傘を持っていたり持っていなかったりして、ああいいよねこの絵ね。ちょっと見る。いやー、いいよね。なんかね、これちょっと考えちゃうもんね。これ初見でバンって見せられた時にさ、えみたいな。あんな仲のいいイルミネがなんでってなるよね。なんか明るい感じのね、イルミネーションスターズというユニットがみたいな、なっちゃうよね。うん、
3人ともこれちょっと一回り年上っぽいもんな、なんか風貌がねえ。めぐるさんそんな顔できるんだね。ずるいね、子供っぽいあどけなさもありながらそんな顔もできるんだったら。こうやって誰かのことを知るってことなんだね。それじゃあやろ、一つずつ拭いていこう。マジでめっちゃ大変だね。あの時座っててくれた人とこれから座ってくれる人の分。うん、応援、今度はちゃんと届けたい。なんだろう、お金じゃないと思うんだよな。優待券。結構そのなんかお金に近いものだったな。お金に近いものだったらなんかもっとこうおしゃれになんかサッカー関係のなんかと思ったら。頑張ってくださいお腹空いたね。クーポン使う？ああ、もらったやつですか？使っちゃう！ニーヤンさんが来てくれるかも。最後に会うのかな。また配達してくれるんだよね。うん、転んで怪我をしたから配達中は集中しようって思ったみたい。なるほど、転んだんですね。あれ、車にぶつかったとかじゃなくて事故ったわけじゃなかったんだ。だから今は始めるときに同行するだけだけど。まあバイトテロ一歩手前だったもんな。どんな人なんだろうね。日和は会ってみたいなって思ったりする？ううん。ああ。半信じですね、ここはね。どこかで走って頑張ってる人がいるって、そう思うと自分も頑張ろうって思えて。だから恩だけでいい。今回初めてでもこのここのシーンが映るの。事務所に帰ってきたって感じしますもんね。走ってほしい。もし自分のために走ってるんだとしても、頑張って漕げば漕ぐだけ誰かの笑顔に近づいて、
だからまた自分のために走ろうっていう風に思えたら、それは誰かのためになるのかな。なんか話さなきゃと思ってるんだけど、いまだちょっと言葉出てこないわ完結に向かってるからさ、変にちゃちゃ入れない方がいいなと思ってそうなるって信じててほしい。じゃあたこ焼き、はい、というところでございました。というところでいつもの画面に戻りますか。そうそう草、そうそう草というところで運ぶ者たちでございました。なんて言うんでしょうね、こう今までのこうイルミネのイベントコミとはちょっと違った、こうわちゃわちゃ感というのはなかった、やっぱ一つもなかったという、 ほとんどなかったです。なんかこう今までのイルミネコミってどっちかっていうとこう、まあこういう感じのなんかキュッとした感じの感動するものもあるんだけれども、どっちかっていうとこうわちゃわちゃしてるっていうところも多少あったっていうところから、今回はもう一風変わった感じがしまして、なんかこうなんて言うんでしょうね、こう改めてこう人の目に触れてるんだなっていうのを感じましたねなんだ人の目に触れてるってねえ、ちょっと面白かったというかね、シャニマスらしさというかね、そういうのが全開でしたね。こうああこういうことになるんだなって思いましたね。これ全部が全部うまくいかないわけですよ、ご都合主義じゃないというかね。うん、やっぱ作品だからご都合主義でトントン拍子で行くわけではないと。ねえ。なんか、これがシャリマスのそのアニメじゃないところの良さかもしれないですね。どっちかっていうと、こう、ゲームだからこそこう、長々と使える分、なんかちょっとこう、ひねったことができるというか、ね。そういうところやっぱいいなと思いますね。アニメ化しないからこその良さかもしれない。やっぱりこう、だからシャリマスって今いつまでもずっとこうアニメ化の話も来ないんだろうし。わかんないよ。内部的に進んでるかもしれないけどね。でも、シャリマスってほんと難しいよね、正直。アニメ化した場合。めっちゃむずいよね。どこをどう中心に描くのか、まあ、イルミナなんだろうけども、ね。そうするとやっぱりこう他のね、担当っていうのユニットの人たちがちょっと荒れるわけですから。難しいよね。いやー面白かったな今回な。なんかね、ま、いつもとは違う面白さでしたね。ちょっと締めよっか。めっちゃ長いね。多分この動画は4本に分かれると思います。ちょ長すぎる前半がだって40分30分で70分あって、ほぼ40分40分ですよ。だから80分でしょ。で今回も40分30分今が17分なら20分なら170分ですからね。さすがに2つに分けたとって1本80分でしょ？長すぎる。ちょっと4本に分けます、多分。だから、そうですね。こんな感じでいこうかなと思います。いや、面白かったなぁ。はい、というところでございました。次が、なので、For Your Eyes Only ですね。これはなんか、あれだなぁ。ちょっとこう、イルミネらしさ出してほしいなぁ。
ねえ、なんかちょっとイルミネらしさ出してほしいな。このめぐるさんの目めっちゃ好きなんですけど。ハイライトバカ消えてるっていう。学園祭の話ですから、ちょっとこう、ねえ、わちゃわちゃしてほしいなと。思いますね。今回ちょっと重い雰囲気でしたから、そういうところで終わりでございます。ありがとうございました。チャンネル登録の方もね、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。どうしよっかな。間に日常会挟むか、このままFor Your Eyes Onlyいっちゃうかっていうところはちょっとわかんないですけど、よろしくお願いします。バイバイ。